はい、これもね、非常に珍しい車なんですが、これはフォードの812というね、車です。でこれはコードはエレクトローバンコードが自身の名前を付けた車で、ビューゼンバーグとオーバンの間を埋める車でしたんですが、まあ、その最初の L29 は完全に失敗したと。でこの L29 の失敗がコード帝国の崩壊の始まりで、まあ、この危機を救うべく1935年に発表されたのが810台で、従来と全く違うフロントグリル、フェンダーを埋め込み式ヘッドライトが新鮮なデザインで、発表されるような大評判だったんですね。ただ前輪起動構造などが信頼性がなく、ほとんどが売れなくて、810にはスーパーチャージを追加した高性能版でボンネットの横から排気管が出ているというのが、まあ特徴的な車だったんですが、まあ、これが人気があってですね、でコードは、まあ、それで挑んだんですが、一時的には最初の方は良かったんですが、後半になってくると、そのリンカーンとかフォードとかキャデラックとか、まあ、ああいった高級車メーカーに、超高級車でしたので高級車メーカーに敗れてしまって、コード帝国というね、かつてそういう帝国があったんですが、それが崩壊してもう完全に失敗してしまいました。リューゼンバーグもなくなりましたし、オーバーンの会社もなくなった。そしてこのコードという会社、ね、まあ、元々はそれぞれ 3つの会社それぞれ別々で1920年代から30年代にわたって活躍してたんですが、ライバル会社で活躍してたんですが、まあ、経営が行き詰まったので、コード帝国と称して、このコードに一本化されているというような形で戦いを挑んだんだけども、まあ、ちょうど時代がアメリカ の, あの不景気の時代に突入してしまったので、まあ、その影響を受けて、コードは、帝国は滅びてしまいました。いや、一時はやっぱりすごかったんですね。で、それで、亡くなって、それから何年後か倒産して何年後か経って、やっぱりその熱狂的なやっぱ愛好家っていうのがいるんですね。もうどこの世界とやっぱり熱狂的な愛好家の人書いて、でその熱狂的な愛好家の人で、まあ、ある意味シチュードベーカーみたいな感じですね。で 熱狂的な愛好家がいて、まあ、シチュードベーカーがこう細々とこう作ってるような感じで、あの復活したんですよね。でコードは、まあ、かつての帝国ほどの勢いはないけども、まあ、あのチューニングメーカーみたいな、ね、感じで、レプリカメーカーみたいな感じでレプリカをして作ってですね、でコードとして812をまた再度作ったんですね。でそれをアメリカで、まあ、作る70年代ぐらいの時に作って、で80年代を通しては作ってました。ただ今現在も作っているかどうかっていうのは分からないですね。それは、もうまた倒産をした可能性もあるし、作っていたとしても、まあ、細々と作っているっていう状況なので、まあ、細々と作っていてもおそらくは世界に交渉すると思いますから、まあ、世界に交渉してないっていうところを見てると、おそらくはまあ80年代あたり、1980年代あたりにきりまた倒産してしまって、亡くなってしまった可能性としてはまあ高いですね。でもまあ、元になったのがこのかつて1936年に、あったこのコードという車でした、ね。これがもうすごい豪華でね、車でございまして。で、こういうふうに特徴的なね、こういうふうなところがあって、ここにあのライトが収納されてるんですね。だからほら、あの最近フーさんなんかも知ったんですけども、フォードだったかな、フォードのあのマーキュフォードじゃない、マーキュリークーガーだね、マーキュリークーガーの、あれですよ、ラジエーターが全部覆いかぶさってる感じなんですね、あのクーガーで、クーガーはマーキュリークーガー、あのラジエーターが全部覆いかぶさってるんだけど、まあ、それのような構造をいち早く取り入れたってことですね。あとは、後にフェアレディ Z32 みたいな感じで、リトラブルヘッドライトっていうのがね、まあ、86なんかにもありましたけど、ああいうやつをいち早くこの時代にも取り入れていた。1930年代にそういう機能を取り入れていたっていうのは、非常に驚くべきことではないかなというふうに思います。ですから、普段は、まあ、
街あの昼間とか朝方走るときはもうライトいらないんでシュッと消すしまえると。で夜になるとライトがこうパーッとこう開いて、ライトがこうつくという感じです。こういうところをね今の日本人取り入れなさいって感じなんですね。やはりこういうところがいいと思います。だからレトラダーヘッドライトって非常にこう、ね、機能的には便利で良かったんですけどね。もう使うときはライトを出して使わないときはシュッとしまうというね。だから、ね、ああいうやり方がね日本人はそういう点じゃおしゃれさに欠けてるんで、そういうもうあのところがいけないんですよ。だから日本人ももっとおしゃれになんなきゃいけないんですね。ですからあのそういうふうなあの ライトを使うときにパーッと照らしてライトを使わないときはサッとしまうようなそういうような構造の車って作れないわけではないと思うんですけどね。ただあのボンネットの上からパカッとこう出てくるやつはあれはもう法律がうるさくなったんで法律上でできないなんていうねとんでもない法律作ったらしいんだけど、まああんな法律いらないですね。ですからあんな法律誰も喜ばないと思うんでいらないから、また昔のようにリードダブルヘッドライトみたいなやつがこう出てくるといいんですけどね、うん、で、まあ、なかなかこういうふうに、なっていてね、この上からのこういうふうにところも豪華さがよく出ています。これはミニカーとしては、ジョニーライトニングというねアメリカの会社が、作っていました。今はさすがにもう売ってないかもしれませんね。もう18年ぐらい前のミニカーだと思うんで今はさすがに売ってないかなと思うんですが、まあ、なかなかこれはコード帝国のね、輝いていた頃のもういかにももうアメリカが絶頂期ですよ。1930年代はね戦争でどんどんこう拡大していってもうアメリカ絶頂期だって言われた、時代の頃の車で、なかなかこうこの時代のアメリカってのはいいなというところでございます。一見するとこうやって突き出てるからね、マフラーが突き出てるんでこれちょっとここだけ見るとベンツの SSK ってのがね、昔ルパン三世が乗ってましたけどあのベンツの SSK かなと思うんだけども、ところがこうコードっていうね、全体的に顔を見るとコードっていうものなんですね。でもまあなかなかこういうところがいいなって感じです。どうもありがとうございました。